たレポート手伝ってくれない？ごめん、今日はこれから仕事なんだ。そっか、じゃあまたな、勤労学生。俺の名前は福田るか、21歳の大学3年生。おばの経営する家事代行サービス会社で働きながら大学に通っている。今日の依頼は犬の散歩と留守番、それから食事のストック作りか。経営していた会社が倒産して多額の借金を抱えた両親は10年前から俺をおばに預けて働いている。おばの家にただ世話になるのが嫌だった俺は、自分ができることを手伝ううちに家事代行業の世界に飛び込んだのだ。高校卒業後はおばの会社に入社させてもらってハウスキーパーを本業にするつもりだったのだが、大学くらいは出ておきなさいっておばさんに言われて通ってはいるけど、正直それどころじゃないよな。少しでも借金返済の足しになるように、それ以外の時間は仕事に費やしているというわけだ。そんなある日、ルカ氏名で住み込みの依頼があったんだけど。俺氏名で？何でもご両親が仕事の都合で海外に行くことになったから、不在時の用心棒も兼ねてってことらしいわよ。ってことは男の方がいいってことか。あなたが大学に通ってることも承知の上だというし、どう？住み込みなら食費も浮くし、大学にも問題なく通えるなら悪い話じゃないかもな。俺は依頼を受けることに決め、早速依頼主の家へ向かったのだが。なんだこの豪邸。ちょっと、そんなところでぼーっとされてたら迷惑なんだけど。高野さん、早く入んなさいよ。もうここって高野さんの家なのか？彼女は高野凛、俺と同じ大学に通う同級生だ。その整った容姿から何人もの男子に告白されているが、男子たちはこっぴどく振られて再起不能にされているという噂がある。つまりは毒舌お嬢様。高野なんてどこにでもある名字だから気づかなかった。しかも俺、入学した頃に同級生との一触即発の現場に居合わせたんだよな。あの時間を取り持ったからか、俺に何かと突っかかってくるし苦手なんだよ。いや、確かにおせっかいだったとは思うけどさ。それにしても、何キョロキョロしてんの？俺の部屋8個分はありそうかなと。何それ。それより仕事の話をしましょう。依頼した時にも伝えたけど、他の従業員は住み込みで、バーヤと通いの家政婦が数人いるわ。だから昼間は彼女たちに任せてくれたらいいから。はあ。あなたは料理の他に家内の安全管理をお願いね。わかりました、よろしくお願いします。勘違いしないでよ。あなたのことは住み込みスタッフに男性がいた方が安心だから雇っただけ。だから仕事以外では私に近づかないで。はあ。他の従業員にもあまり接触しないように。私からは以上よ。やっぱり俺嫌われてるな。その日から俺は住み込みで高野家で働くことになった。他の従業員の人たちはいい人ばかりで、すぐに職場に馴染むことはできたのだが。また見られてる。福田さん、階段の電球なんですけど。それなら交換しておきました。じゃあ俺そろそろ夕食の準備に入りますね。正直こうも監視されるとやりづらいな。あまり接触するなって言ったのに。すごい、この壺こんなに綺麗だったかしら。1時間後。うん、まあまあね。もっと精進します。お嬢様の口には合わなかったか。それより食後にカモミールティーが飲みたいから用意してきてくれる？かしこまりました。うん。こんなに美味しいの初めて食べたわ。なんだ、本当は気に入ってくれてたんだ。それなら素直に美味しいって言えばいいのに。雇用主との関係はいいとは言えないけれど、業務上は問題ないと思っていた。しかし。すみません、俺のシャツが洗濯物に紛れて。この香り幸せ止まんない。あの なんであなたがここにいるの？すみません、でも
もノックはちゃんとして。というかさっきの服俺のじゃありませんでした。何のこと？いや、その後ろに隠したものは。これは断じてあなたの服じゃないわ。なんだ、俺の見間違いなのか。別の日、住み込みで大きな風呂にも入れるなんて最高だよな。感覚。なんか視線が。そんなところで何してるんですか？何もしてないわよ。なんてこともあり、だんだんと高野さんのなんだかおかしな行動が目につくようになってきたのだ。そんなある日。そろそろお茶でも飲もうと思ってるんだけど。では用意しますね。いいの？あなたは朝からいろいろと忙しそうだったから私が入れてあげる。今回だけ特別だからね。ありがとうございます。そこに座って待ってなさい。あれ、この紅茶パって何かしら。お湯の温度、カップはどこだったかしら。ハラハラするけど、俺のために美味しいお茶を入れてくれようとしてるってことだよな。仕事してるからねぎらい、優しいところもあるんだな。そうしてお茶を入れてもらったのだが、渋い。無理して飲まなくていいわよ。いえ、せっかく入れてもらいましたから。ではごちそうさまでした。残りは私が片付けるからそのままでいいわよ。え？塩積みゲット。なんでもないわよ。ほら、さっさと仕事に戻って。今の何だったんだ。それから数日後。あら、今日も一人寂しく昼食。まあそんなところです。仕方ないわね、私が一緒に食べてあげるわ。これは一緒に食べましょうというお誘いだな。今日はどんなお弁当かしら。私の毎日の楽しみの一つなの。いつも美味しいお弁当ありがとう。喜んでいただけてるなら嬉しいです。あれ、なんか前より素直になってる気がする。ねえ、大学にいる時は同級生なんだから敬語じゃなくていいわよ。って、あら、私のお弁当と中身が違うわ。まあ、俺は残ったものを詰めてきただけだから。私のお弁当と一緒に作ればいいじゃない。朝からそんなことしてたら大変でしょ。でも、俺のは野菜の切れ端みたいなもので作ってるから、そんなのを君に食べさせるわけにはいかないし。あなたの作るものはどれも絶品だから大丈夫。とにかく明日から別々に作ったりしなくていいから。分かった？うん。約束だからね。ほら、指切りしましょ。そこまでしなくても。これからも美味しいものをずっと作るって約束してくれるでしょ。分かったよ。これからもルカ君が私のためだけに料理を作ってくれるってことよね。また自分の世界に入ってる。指切りもういいんじゃないかな。そうね。たまに怖い時はあるけど、意外な面をたくさん知れたな。ただの毒舌だと思ってたら言っちゃダメなことは理解してるし、実は優しいし、それにマナーや礼儀を重んじるところもある。だから周囲からも受け入れられてるのかも。こうしているととても可愛いし。ねえ、聞きたいことがあるんだけど。何？あなたは彼女にするならどんな女性がいいとかあるの？彼女？料理も掃除も何でもできるから彼女に望むことはあるのかなって思って。彼女はいたことがないからわからないかな。じゃあ好きな人はいる？え？気になっている人とかいないの？高野さんのことが気になってるけど、俺とは住んでる世界が違うし、そんなこと言ったら迷惑かな。でも気になる人はいるかも、すぐ近くに。その日の夜。今ドアが開く音が。もしかして泥棒か？寝てるわね。作戦通り同棲に持ち込めたし、私のことが気になるって言ってたんだもん。このまま既成事実を。ルカ
ちょっと待った！高野さん、俺の部屋で何してるの？それはその…既成事実って言ってなかった？だって、昼間に私のこと気になるって言ってたから。確かに気になるとは言ったけど。だったら、このままね。ダメだって、俺たちそういう関係じゃないでしょ。そういう関係になれば問題ないんじゃないかな。問題あるから。誰か来たみたいだから、行ってくる。あ、ちょっと。君は誰だね。あの、俺は住み込みのハウスキーパーです。はあ？あなたは？お父さん。え？その後、俺たちは場所を移し、改めて話をすることに。一時帰国してみたらこんなことになっていたとは。リンからハウスキーパーを雇ったとは聞いてたけど、ルカさんって言うから女性だとばかり思ってたわ。そうだ、私たちには女性を雇ったと言っていたじゃないか。どういうことだ？彼、福田君はちゃんとした家事代行会社から派遣された人よ。でも彼も大学生じゃないのか？確かに同じ大学に通う同級生でもあるけど、彼が家事代行の仕事をしてるって聞いて依頼することにしたの。まあ、こんな広い家に男の人がいないのは心配だったし、でも住み込みで男性を雇いたいって話したら反対されるって思ったから。二人とも海外だし、名前だけなら性別はごまかせるって思ってたの。はあ、そんな浅はかなことを考えていたとは。嘘をついたことは悪いと思ってるけど、でも私は彼じゃなきゃ嫌だったんだもの。あ、リン、待ちなさい。高野さん、大丈夫？私がこんな嘘なんてついたばっかりにごめんなさい。ねえ、部屋から出てきて落ち着いて話そうよ。でも合わせる顔がないわ。君にまで迷惑をかけて申し訳ないね。いえ、俺はこの家に雇われただけですから。あ、そのことなんだが、申し訳ないが、若い男性が住み込みで働いているのは女の子の親として心配だ。これ以上は住み込みでの契約を継続できない。突然ごめんなさいね。でもお二人の心配な気持ちは理解できますから。いや、勝手なことを言っているのはこちらだ。すまないね。俺も高野さんに対してすでに依頼人以上の気持ちが芽生え始めているもんな。ここは大人として冷静になろう。アプローチは学校で頑張ればいい。いいえ、明朝すぐに荷物をまとめて出ていきます。福田君を辞めさせないで。リン、二人に嘘をついたのは本当に悪かったと思ってる。だから彼には仕事を続けさせてあげてよ。高野さん、俺なら大丈夫だから。彼のおかげで他のスタッフも働きやすくなったって言ってるのを聞いたわ。私も彼のことは信頼できると思ってたから依頼したの。でもね、彼はお父さんたちが心配してるようなこともするような人じゃないから、少しだけでもいいから私の人を見る目も信頼してほしいの。彼と一緒なら私も苦手な家事にチャレンジするわ。花嫁修行として。お前が家事だって？彼がこの家に来てから私一人でお茶を入れたこともあるのよ。失敗して渋かったけど、次はもっと美味しく入れられるように頑張るわ。まあ、縦のものを横にもしないようなリンが。彼がいたら頑張れる気がするの。だからお願いします。高野さん、あなた聞きました？いつも人任せなリンがここまで言うなら、彼はこの家に必要なのかもしれないな。君は働きながら大学に通っているんだったね。これからは住み込みではなくて通いでハウスキーパーを続けてもらうことは可能だろうか？もちろんです。ぜひよろしくお願いします。やだ、安心したらお腹が空いてたことを思い出しちゃったわ。すまないね。簡単なものでいいなら作りますね。20分後。なんだかホッとするな。丁寧に裏ごしされているから口当たりも滑らかだわ。ねえ、
大学を卒業したら海外の家でハウスキーパーとして働かない？ありがとうございます。でもごめん、彼は私専属のハウスキーパーなんだから。そして翌朝、俺はおばさんの家に戻ることになった。福田くん待って、途中まで送っていくわ。別にこのままお別れってわけじゃないけどね。そうだけど、あなたに大事な話があるの。どこかでゆっくり話せないかしら。じゃあそこの公園で少し話そうか。昨日のこと改めてごめんなさい。嘘をついたこと？あと部屋に入って寝込みはどうかしてたわ。ああ、そんなこともあったね。あのね、私入学したばかりの時に人と揉めたことがあったでしょ。あの時私が孤立しないように気遣ってくれたのが嬉しかったの。ああ、でも高野さんの言い分の方が正しいって思ったから。それなのにその後も素直になれなくて、実はちょっと気にしてたの。え、俺が嫌いで突っかかってきてたんじゃなかったの？違うわ、嫌いなんてとても。でもそうよね、ひどい態度をとってたこと反省してるの。本当にごめんなさい。確かにちょっと気になる時もあったけど、俺はもう気にしてないよ。やっぱり優しいのね。そんなあなただから私は好きになったんだと思う。好きって俺のこと？うん、私福田くんが家事代行の仕事をしてるって聞いて、それを利用して少しでも一緒にいたかったの。それなのにこんなことになって本当にごめんなさい。もういいって。俺は君に嫌われてるって思ってたし、仕事以上に関わる気持ちはなかったんだ。だから俺も素っ気ない態度だったと思う。こちらこそごめんね。うんうん、それも仕方ないと思ってるわ。でも一緒に過ごすうちに君はとてもまっすぐな人だって分かったんだ。そんな君を俺も好きになってた。え？だから君の気持ちが聞けて嬉しいと思ってる。ありがとう。これからは通いだけど、改めてハウスキーパーとしてもよろしくね。別にハウスキーパーじゃなくてもいいの。今度からは恋人としてうちに遊びに来て。うん、業務時間以外はそうする。私もあなたにふさわしい女性になれるように今度こそ毒舌を卒業するから。その後本当に高野さんの毒舌は落ち着いてきたと学内でも有名になった。そしてそれから数年が経ち、大学を卒業した俺はおばの会社から独立してハウスキーパー派遣会社を立ち上げた。経営も順調で、両親と共に頑張って借金を完済することもできた。俺は現在もハウスキーパーとして現場で働きながら凛との交際を続けている。まだルカにはかなわないわ。一応は俺はプロなんだし、そんなにすぐに追いつかれたら困るよ。もっと練習してそんなこと言わせないように頑張るんだから見てなさい。そんな本気にならなくても。私があなたにもっと美味しいものを食べてもらいたいの。リン、そんなに俺のことは。他の女性のことなんて目に入らないくらいにメロメロにしなくちゃいけないんだから。今なんて？なんでもないわよ。なあ、吹き込まれてる。どうすればいいの？火を止めなきゃ。これからも何かとリンから目が離せそうにない日々が続きそうだ。見るです。もし時間があればもう一本だけ他の動画も見てくれると